まあ、どこの神社かはちょっとわかんないんですけど、まあ、このような貼り紙が貼られて話題になってますね。神社のお賽銭ですね、えー。恐縮ですが、お賽銭のお願い。最近では金融機関にて入金の際に、えー、効果は額面に限らず、1枚ごとに手数料がかかる時代でございます。大変恐縮ですが、1円玉、5円玉、神社の負担が額面以上になったり、1円玉も負担が大きくなります。例、 1>, えー、1円効果51枚51円手数料330円赤字になってしまうってことですね。で、5効果貨51枚255円手数料330円まとめていってもこれダメなのかねこんだけでやるから赤字になってね、この1円と5円をさ一緒に行けばさ手数料330円1回で済むんじゃない ?10 円効果51枚510円手数料330円それとも それごとに鉄料取られちゃうの。違うよね。でも一回乗り、あのー、両替ごとにじゃない入金とか。って思うんですけどね。両替じゃないね。入金だよね。ね、入金で金かかんのマジで近郊の窓口でたくさんの、あの、小銭を持ってったら、あれなの金かかんのえ、そんなことあんの ?ATM 使うからじゃないの もう一枚違う場面の効果や支援をお入れいただくことで、おさいによる神社の負担を減らし、犬神様の、これ読めないけどね、まあ存続に、まあ、ご協力お願いします、みたいなことですよね。で、これがさ、あの、ただ入金するだけで、あの、お金をね、取られなければ、これ神社の怠慢じゃねえかと思うよね。だって、たくさんのさ、あの、小銭をね、窓口に持ってって、それに乗って手数料取られんの 取られないでしょ。これは、神社が舐め腐ってねえか。ただ楽したいだけなんじゃないかと思うけどね。なんか、両替を ATM でするとかで金取れんだらわかるけど、入金で取られることないでしょ。郵便、なら郵便局行きやっと思うし、これ塞げてるよね。ただ、重いのが嫌なんじゃないの <laughs> 銀行まで持っていくのが。これはちょっとね、なんか納得できないし、長年ね、あったこの日本の文化をね、変えられることはできないと思うし、ま、なんか、思いなんだ、気持ちなんだとかさ、 ねそういうなんかなんか再選をするなんか拝むっていうねそういうさ心の方をさあの尊重されてしまったらさあのこれはダメだよねちゃんとしろよって思うけどねそもそもねなんでもらってる身でねこれはねなんか坊主とかさ信用できない人も多いからね坊主丸儲け銀座でさあの キャバクラとかでこういうしてるポーズもいっぱいいるぐらいですからね。ちょっとこれはなんか腑に落ちないですね。以上です。どうもありがとうございました。